久々だな、10日以上だよ。なかなか風邪治んなかったね。聞こえた？よかった。音でかかったりしたら言ってね。割れてるよとか。病み上がりで一発目のトレーニングっすね。のんちゃんこんばんは。だってこんばんは。はい、お疲れ。今からトレーニング行くよ。のんちゃん信号渡るぞ。おにぎりプレゼントありがとう。あ、まだだ。まだ。おにぎりありがとう。ダッシュしてる。坂道ダッシュしてる。はい、ワード2、ナバコフいらっしゃい。トレーニングでーす。病み上がりのトレーニングでーす。超早いね。駆け上がっていったね。いい体してたもんね。すごいね。はい、ワード2、ビンさんいらっしゃい。こんばんは。今日も頑張るよ。あやめさんありがとう。重い？のんちゃん。そんな重くないでしょ？重たいよ。重たい？持つか。大丈夫。はい、大丈夫。ちっちゃいかんね、のんちゃん。大丈夫。登山家みたいになってる。優しいつか、俺の荷物をのんたんに持たせてるだけだから厳密に言うと優しくない。ねえ、そうそうそう、鬼だよ。のんちゃんこれ持っててパソコン配信するからっつってのんちゃんに持たせてるんだよ。だから厳密に言うと優しくなくて、お前が持てって話なんだよ。俺の荷物を持たせてるだけだから。痩せたかな。体重は絞ったけど、まだ70〜60キロ台までしなくていいかなって感じかな。70ジャストとか
まあ、そう、自分のベストの体重が分かんないから、スポーツをやったことがないから。あるじゃん、この体重が一番動きやすいって。あ、のんちゃんが優しいってことか。そういうことか。のんちゃん優しいよ。あ、どうも。さっきロムって見てましたよ、辰彦さん。タバコ吸ってからやろうか。うん、ジュース買う？うん、お金持ってきた？俺の500円玉持ってきた。ジュース買おう。何買う？好きなの買って。俺モンスターエナジードリンクがいい。美人だよ、のんちゃん。なんかメイクしてないけどね、今。のんちゃん美人だよ。あ、間違えた。え、レッドブルにした？うん、いいよ、レッドブルで。エナジー間違えた。いいよいいよいいよ、一緒だよ。なんかカメラのブレがすごいな。配信難しいよね。オッケー。行こうか。じゃあタバコ吸おう、まず。今日誰もいないよ。スケボーが2人いるだけ。翼は授けてない。いやー、なんか久々に戻ってきた感じがするな。久々戻ってきたね。毎日やってたからね。いやー、なんかドキドキするわ。ピピピピ、鼻高いよ。Q&Lemon。寒くない？大丈夫？来るまでに温まった。温まった。試合まで2ヶ月っすね。意味深ではないよ、別に。20分走って縄跳びやってシャドウにしようか。今日のメニュー、20分走ってから縄跳びっていう感じでいいですかね。有酸素運動どう思う？20分走って縄跳び10分やってでいいと思う？どうかな。そんな感じでいこうか。そっからシャドウにしようか。初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。なんか40分走れ30分だけとか、なんかいろいろ言われるから、ドルさんがいればいいんだけどな、こういう時。
こういう時にドレさんがコメント打ってもらえたらね、いいんだけど。今からこれやれあれやれって。なかなかね、忙しいからね、ドレさんも。闇の組織に属してるから。そうだね。うん。古さんいらっしゃい。言えない職業の。闇の。ドレさん、女と遊んでんの？タバコまで制限させようとするからすごいよね、リスナーってね。タバコぐらいいいだろう、うん、俺を世界チャンピオンに育てたいのかな今から、ね、32のおっさんにさ、世界チャンピオンにさせる機会をみたいな。無茶言うんじゃねえよって。タバコの瞬発力上がんのかね。キッズからやってるの。ん？何だろうね。目指してる人はキッズからやってる。そうでしょ。世界取る人とかはもう10代になる前からやってるでしょ。中学生とかね。なんかすごい誤解を受けるよね。ファイターですかとかコメント来ると笑うもんね。ファイターに見えるっていう。うん、いや見てた見てた、ロムそれをロムって見てたんですよ。なんかトレーニング申し込んだら断られたとか言ってたけど、俺あの断ってない、来ていいよって全然言ってるのに、うん、本当適当だよねコメントって。日曜日やってるから来ないよって言ってるじゃんね。格闘技バカにしてねえっつうの俺。リスペクトしてるからやってるのにさ。ちなみに俺はファイターじゃないから、配信者だから。ああいうコメはね、あのつまらなくなるからほっといていいっすよ。向こうで準備してるわ。なんで練習してない人がさ、格闘技をバカにしてるって言われないで、練習してると格闘技バカにしてるって怒られるんだろう。世の中歪んでるやつがすごいいるよね。性格歪んでるやつが。練習したら怒られるんだぜ、配信では。笑うよね。見えてる？俺に直接文句言えないから人のところで荒らすんだよ。よいしょ。でも体育館で200円で、あの体育館で練習するっていうのありかもしれないですね。辰彦さんが言ってた。あれはいいなと思った。体育館だったら邪魔にならないしね。確かにね、スパを思いっきりずっとやるっていう練習も、実践が一番強くなりますよね。そうですね、スパーリングがやっぱ一番、殴られて初めてやられて嫌なことが分かるっていうか、殴られるまで分かんないですね、やられて嫌なこととか。教わってる
意味とかもやっぱり殴られて初めてわかるっていうか、あ、ガード上げるってこういうことなんだなとか。オールリさんいらっしゃい、風船ありがとう、風船ありがとう、サンキュー。いいよ、のんちゃん縄跳びとかやってていいから。こんな感じで OK だったら手を挙げてください。 OK かな。OK、 バンテージちょうだい。あれ、バンテージもしかして別のところに入れてたかな。 OK、 ありがとう。マウスピース、あれ、バンテージ持ってきてない。一番奥にない。うわー、バンテージ忘れたわ。バンテージ忘れた。オッケー、ありがとう。バンテージ忘れちゃいました。今日バンテージなしで行きます。あれあるとね、気合入るんだけどね。バンテージあれだ、あの旅に持ってこうと思って別のバッグに入れちゃったかもしんない。やっちゃったな。ずれたな。ちょっと待って、なんかずれた。旅日本全国回りますよ。旅は日本全国回ります。てるーさん、のんちゃんコメントさばいたりして遊んでてよ。はい、20分走ってくるから。あ、久々だ、久々だ。アンチコメ読んでるとアンチが湧いてくるんだよ、どん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 。質が悪くなるよ、リスナーの。熊本 OK、 ありがとう。1万人リアドズの旅なんで難しいでしょ、難しいでしょ、久々やると長いだよ。長いよ、それ俺のサイズだから。サイズ変えるんだったら、なんかこうやってやった時のサイズ変えるようにして、これをこうやってやると、縛らないと、これだと。じゃあ走ってきます。20分間走ります。行きます。のんちゃん行ってくるね。
こんばんは。あと17分。そう、こんばんは。マスクは花粉症なので取りません。トゥルーさんこんばんは。Pさんこんばんは。のんちゃんと和藤さんが仲直りして嬉しいです。ナポコ夫婦さんありがとうございます。バレーちゃんさんは和トツです。ナポコ夫コフさん二人の会話微笑ましい、ありがとうございます。短距離ダッシュ、東京先輩こんばんは。短距離ダッシュですね。短距離ダッシュもやるといい。15分。短距離ダッシュをじゃあ何本かやった方がいいですね。のんちゃんはスポーツする人？スポーツは学生の時にテニス部をしてました。Y字バランス見せてあげる。あ、Y字バランス。じゃあその機能後ろくらいまで。あんまりうまくできませんでした。もう一回やります。うまくできない。なんか運動不足だ。こんな感じ。柔らかいんだよ体。あー、どうもどうも。柔らかいですよ。柔らかいですよ。
かな。反対の足は難しい。12分。今日リスナーさん、こんばんは。和道さん、お疲れ様です。風船ありがとうございます。これ花粉症のマスクなので旅行かなくなった。旅は10日から行きます。デコさん、こんばんは。こくばさん、こんばんは。アフロくん、こんばんは。Pさん、嫉妬はしますけど我慢することにしました。風船5個ありがとうございます。ありがとうございます。風船5個ありがとう。風船復活おめでとう。カエスありがとう。そう、嫉妬深いとね、大変なんですよね、なんかそう、嫉妬 しなくなりはしないけど、なんかそれを、なんか態度に出さない。ハンバーグ、ハンバーグ20個ありがとうございます。カエルさん、ありがとうございます。ハンバーガー、ありがとうございます。バカありがとう。走るの早くなったかな。そうだ。辛いけどできるだけ言葉とか表情に出さないように頑張るつもりです。ハートありがとうございます。ハートありがとう。ラブコンさん、ありがとう。ハート。ハハハ。浮かれないように頑張ります。タレントの金田なんとかって奥さんに似てるね。キャラはちょっとその人はちょっと分かんないですね。アフロ君ちょっと分かんない。金田智子さん、何だろう。金田智子さんかな。あれ金田智子って分かんない。今日はちょっと動いてれば寒くないです。これ大丈夫です。
が厚着してきてるんで大丈夫、厚着してきてるんで寒くない。わどちゃん王子いいちゃんみたいだな。あ、国分さん、風船ありがとうございます。風船ブーン、風船ブーン、ありがとうございます。風船ありがとう、風船ありがとう。おじいちゃんみたい。おじいちゃんみたいだって。わどじい、わどじい走っております。風船100個ありがとうございます。わーすごい、100個すごい、ありがとうございます。東京先輩すごい、100個も風船だ。走るの速くなったんだね、すごい。本当だ、走るの超速くなってる。あと何分？あと6分。あと6分。うん。いい感じだ、あと6分。走るフォーム、綺麗。もう褒められてる。東京先輩やっとタチュヒコさんに褒められた。一緒に走る？走るフォーム綺麗だって。え？走るフォーム綺麗だって。ありがとう。白髪全くないね。いいな。ピース。すっごい城がありますよ。高校2とかこの辺とか。この辺に城が多い。この辺に前の方かな。分かる。一緒走ってみれば。おいで。疲れた。あ、負けちゃった。疲れた。あと4分。 あと4分。ひゃほーい。一回疲れた。一回走っただけで。ツヤツヤ、多分なんか光の加減でツヤツヤに見えると思うんだ。
仲良しですよ、今のところは。ウィーッキャッホーイキャッホーイで。あと3分あと2分そうです、3分。あとどんぐらい？あと1分30秒。おじいちゃん頑張れ。丸いメガネがおじいちゃんに見えるのかもしれない。暑い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 。あと1分。43秒、41、40、30。ワドちゃんの方が年上に見える、うん、まあそう、今通った人強そうだった、すごい。あと何秒？あ、終わりー。終わりー。縄跳びやろうか。1分休憩測って。はい、変えてない。俺の方が年上に見えるよね。おじいちゃんだって。おじいちゃんって言われた。なんで？あれ走り方が？うん、わかんない。わかんないけど。メガネじゃない。メガネかな。3分間飛ぶから。はーい。そしたらストレッチでスタート。10 9 8
7、6、5、4、3、2、1スタート。縄跳びの長さ、縄跳びの長さ調整しました。りょうさん、風船ありがとうございます。飛行リスナーすげー。格闘技してても縄跳びだけできなかったできない、東京先輩できないな。なんか難しいんですよね、あの縄跳び。難しいよねこれ、うん、もうちょっと重い方がいいのかもしれない。そう、スキッピングロープっていう本側のやつがいいらしい。うん、あと何分？1分30秒。10秒前、はい、9、8、7、6、5、4、3、2、1ストップ。測ります。3回やるかな、あと2回。はい、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう